こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。11月は市内各地で秋祭りや文化祭が行われましたが、皆さんはお出かけになられましたか？10月25日、26日には塩田公民館で塩田文化祭が行われました。展示の部では絵画や書道、ポスター、水墨画、手芸作品など、また菊花展も行われ、皆さんの力作が展示されました。ステージ発表の部では、園児たちの演奏や地域の踊り、歌、楽しいダンスなどが披露され、会場に笑顔を届けました。それでは11月3日に行われた嬉野秋祭り、塩田秋祭りの模様を続けてご覧ください。どうぞ。11月3日、嬉野温泉商店街通り温泉公園などで第11回嬉野温泉秋祭りが行われ、家族連れなどでにぎわいました。11時30分から行われた道踊りには東洋会、嬉野婦人会などの9団体およそ280名が参加しました。商店街一帯ではさまざまな催しが行われました。出来たての餅や出来たてのポン菓子が振る舞われ、たくさんの人が味わっていました。嬉野産業祭では抹茶うどんやお茶や野菜の特産品の販売が行われ、多くの人でにぎわいました。またその場で焼いて食べられる嬉野産和牛1頭分の牛肉が販売され、およそ1時間で完売しました。他にも商店街の抽選会や地酒の振る舞い、絵手紙店など多彩な催しがあり、子どもから大人まで楽しんでいました。同時開催されたユーオンでは、さまざまなジャンルの音楽が楽しめました。温泉公園では湯豆腐フェスタが開催されました。嬉野産の大豆 100% の豆腐を使った湯豆腐と厚揚げがおよそ1500食販売され、皆さん美味しそうに味わっていました。またステージでは芸妓踊りも行われ、祭りに花を添えました。午後1時からはおくんちのおのぼりが行われました。うちのうちの山地区の皆さんによる金ぶりゅうが商店街を練り歩きました。豊玉姫神社では力強い舞が披露され、今年の秋祭りを締めくくりました。11月2日と3日には塩田くんちに合わせて秋祭りが行われました。
会場となった塩辰の町では手作り市などが立ち、ヘアアクセサリーやバッグなどオリジナル商品がたくさん並んでいました。また着物を着て街歩きができる会場やワークショップもありました。来場者は琴の音色を聞きながら色とりどりの和紙をちぎって、果物や花をかたどるちぎり絵など体験しながら芸術な木を楽しんでいました。こういうの入ってる全然違うね。塩田宿では春夏秋冬の美しい風景を使ったちぎり絵展が開かれ、訪れた人は作品に見入っていました。またこの日はル・スリールというフルートアンサンブルグループのコンサートが開かれ、会場となった三の蔵では童謡メドレーやカノンなど7曲が演奏されました。の日の3日、天気にも恵まれ、来場者は塩辰の町並みを散策しながら終日にぎわいを見せました。